回の続きか。悪いな、手伝ってもらって。それに興味があるのかい？これ、もしかしてグライダー？ああ、そうだ。コックピットはこんな風になってるんだ。意地悪な奴が校門で見張ってたから、ここに隠れてたのよ。知り合いかい？なんでかな、美人にこういうことされるとすごいがっかりする。
でも、いいのか？君のお弁当全部食べてしまって。ちゃんとしたご飯を食べるのは久しぶりだ。もしかして君は昨日パンをくれた人か？いや、昨日は集中していたからな。そうか、君は二度も私を救ってくれたのか。君からパンをもらったのが約20時間前で、それ以前に遡るなら、最後に食事をとったのはおよそ70時間前になる。太陽軒の豚骨ラーメン全部のせを食べた。スープが濃厚で美味しかった。忘れていた。考え事をしていると他のことをよく忘れるんだ。私はバカだからな。あの、ここでグライダーを作っているんですか？ああ。ソアリング部の部室兼ガレージだが。上昇気流に乗ってグライダーで飛ぶことをソアリングと言うんだ。そういうことになるな。グライダーって飛行機みたいなものなんでしょ？自分で作れるものなの？ああ、作れるさ。それが人工物である以上、人に作れないものはないはずだが。作るの？そうだな。それを説明するなら、実際に作ってみた方が早い。あれはどこに行ったかな。
あったあった。これだ。さ、作ってみてくれ。綺麗にまっすぐ飛んだ。いい機体だ。飛行機にはいろんな種類がある。ジャンボジェットや小型セスナ、戦闘機。そして今投げた紙飛行機。それらはみんな同じ原理で飛ぶんだ。ああ、原理は同じ。翼を使って空気に浮かび飛行する。これをよく見てほしい。君たちが知っている飛行機とこの紙飛行機、違いはどこにある？人が乗るかどうかも違うわ。そうだな。あとはエンジンがあるかないかくらいか。逆に言えばその他は同じだ。そこに飛行の原理がある。一般的な飛行機は、だいたいこれと同じパーツからできている。まずは胴体。次に主翼。水平尾翼。垂直尾翼。多少突飛な形状をした飛行機でも、大体同じパーツか、あるいは同じ役割をする別のパーツによって構成されている。ところで、飛行機がなぜ空気に浮くのか知っているかい？揚力があるからよ。そうだ。揚力とは、流体の中にある翼に働く力のうち、流れの方向に対して垂直な成分のことを言う。つまり、空気が翼を浮き上がらせようとする力のことだ。揚力はここ、主翼によって生み出される。翼に前から風が当たると、
空気は翼の上と下に分かれて流れていくことになる。この時、翼の上側と下側で気流の速度に差が生じると、流れの速い側の圧力が下がるんだ。ベルヌイの定理ね。授業で習ったでしょ。だから飛行機の翼は上面の空気が速く流れるよう設計されている。上面側の圧力を下げるためだ。そうすることで相対的に下面の圧力が高まり、空気が翼を持ち上げようとするんだ。それともう一つ、翼の上面を流れた空気は翼面によって下へ曲げられ、後方に吹き下ろしを生じさせる。この吹き下ろしはニュートンの第三法則によって、同じだけの反作用を翼に与え、上方に持ち上げようとする。重たいバスケットボールを地面に叩きつけようとしたら、体がふわーっと浮く感じがするでしょ？それと同じことよ。それら揚力が機体の重量を上回った時、飛行機は空を飛ぶことができる。たとえそれが総重量数百トンに及ぶジャンボ旅客機でもね。揚力を生み出してくれるこの主翼は、飛行機が空に浮かぶために必要なパーツというわけだ。次に尾翼だが、垂直と水平と2つある。これらは空中で機体の姿勢を安定させるためについている。飛行機は空中に浮いているから、地面に立つ我々よりもいつだって不安定なんだ。まっすぐ上を向いてるのが垂直尾翼。
横方向の動きを安定させる。主翼と同じ向きに横に伸びているのが水平尾翼。こっちは縦の動き、つまり頭の上げ下げを安定させてくれる。これがないと紙飛行機もまっすぐには飛んでくれない。そしてボディ、ここは飛ぶこととは直接関係がないな。以上が飛行機の基本形。これはずっと昔、ライト兄弟の時代から変わらない。ライト兄弟は動力を積んだ飛行機で飛んだ最初の人たちだ。グライダーはそれ以前から飛んでいたぞ。翼の役割を知りたければこの紙飛行機で試してみるといい。例えばそうだな、垂直尾翼を少し曲げて、それ。さらに主翼のここの部分を少し曲げれば、実際の飛行機には補助翼などの小さな翼がついている。それらを調節することで機体を操作するんだ。このグライダーにはエンジンはついていない。紙飛行機を大きく頑丈にしてコックピットを取り付けただけのものなんだ。どうだ？作れそうな気がしてきただろう？
風に乗って飛ぶんだ。風に乗って、そして上昇気流に乗ってどこまでも舞い上がる。どこまでも？ああ、雲の上にだって行けるんだぞ。雲の上？それがな、組み上がったのがついこの間で、ようやくテストフライトにこぎつけたんだが。あの時だ！強度が足りなかったみたいで、途中で主翼が折れてしまった。危ないところだった。もし完全に折れていたら、湖に落ちて死んでいたかもな。また作り直さないといけない。私は手先があまり器用じゃないからな。それと、一部の計器が故障してるのも分かったんだが、代わりの部品が手に入らなくて困っている。自分で作っちゃえばいいんじゃないの？そうもいかなくてな。ダイヤフラムといって、大気速度計に組み込まれている部品なんだが、特注品で、これを作った工場がとっくの昔に潰れてしまっているんだ。本当か？頼む。それがないと本当に困るんだ。ありがとう。君に救われるのはこれで三度目だ。ありがとう、ありがとう。そういえばそうだったな。でもご飯のお礼も兼ねているんだ。だからもう一回感謝の気持ちを表させてくれ。そうか？ところで君たち、
もし、グライダーに興味があるのなら、その、いや、いいんだ。忘れてくれ。なんだ？あ、もちろんだ。興味があるなら、いつでも来てくれ。君も、また見に来てくれ。連れて行く気？いやだ、やめて。私お腹空いてるの。お昼食べてないから。いやだって、もう押さないで。葵！葵！お前に早く会いたくて仕事抜けてきちまった。久しぶりだな、葵。悪い。昔を思い出してついな。おいおい、それ褒め言葉じゃないぞ。そうさ、人は人どころに停滞してちゃいけない。変わっていくもんだ。足、もういいのか？そうか、大変だったな。あれはいいレースだったな。表彰台に乗ったお前、かっこよかったぞ。
3位でも立派だ。今はここの寮母をやってるんだってな。トビウオソウか、懐かしいな。ん？ああ、そうだったな。ところで、あの子もここの寮生か？こんにちは、お嬢さん。こんにちは。あの子、ここの子だったのか。ああ。時々街で見かける。うちの工場の近くにでかい犬がいるだろう。昨日はペディグリーの近くをうろうろしてたな。ああ、そんな感じだった。食い物をあげたりしてたんだが、あの犬、飼い主の餌以外食べないからな。とにかく、お帰り、葵。困ったことがあったら遠慮なく頼れ。俺はお前らのあんちゃんなんだからな。ダイヤフラムか。ああ、いいぞ。手に入ったら連絡する。いいって。
高そうな自転車ね。さっき一緒に入ってきたの気づいてなかったの？ここね。違った。こっちかしら。ない。おかしい。絶対持ってるはずなのに。探し物よ。見てわかるでしょ。あなたこそ早く返しなさいよ。持ってるの分かってるのよ。だから。言い方が怪しい。絶対持ってるに違いないんだから。別に。私、男の子の部屋に入るなんて初めて。結構片付いてるのね。もっとこう、ゴミ溜めみたいなのを想像してた。あなた、足どうかしたの？してきたのはその怪我のせいなの？別に、なんとなく。誰が心配なんてしたのよ。してません。1ミリたりともしてません。じゃあね。時間の無駄だったわ。行くわよ。
何しけた面してんだよこの裏切り者め。そういうことなら俺に聞け。何せ俺今彼女いるもんね。エリちゃんって言うんだけどさ、写真見る？だろう？一緒にバンドやってんだ。エリちゃんがボーカルとベースで、俺がギター。エリちゃんのために必死に練習した。今じゃインギー並みの早弾きだってできるぜ。お前さ、前の学校で自転車やってたんじゃねえの？もうやんねえわけ？でもうちには自転車部なんてねえけど。でっかい大会で表彰台に上がったんだろ？アゲハもホタルも今度のレースは応援にくっついてくってあんちゃんに言ってたんだぜ。まあ一応俺もだけどな。あっ、勘違いすんなよ。俺はお前がブサマに負けるところを見に行くつもりだったわけで、別に応援なんかするつもりなかったんだからな。アゲハのやつ悔しがってたぞ。お前のいいとこ見られなくて。お前そういうの分かってんのか？なのにろくに連絡もよこさねえでよ。あんなコンビニで売ってるプリント済みのやつでか。返してもらえるだけありがたいと思え。このおお、珍しい二人組発見。どうしたの、麻婆？別に、なんでもねえよ。あんま慣れ慣れしくすんなよ。エリちゃんが怒るから。はいはい。かわいいかわいい彼女ですもんね。さっきの話、アゲハには内緒な。
あいつがお前のレース見に行きたがってたって話。何男同士でベタベタしてんの？ちげえよ、誰がこんなやつだ。ペッペ、仲いいね、焼けちゃうわ。バカアゲハー、脅かさないでくれる？ええ、そうよ。別にあなたを待ってたわけじゃないけど。誰もいないみたい。